トレーニング後の疲労改善で筋トレの質が大幅に変わる。皆さんこんにちは。論文で解決チャンネルのお時間です。さあ本日は40歳以降のトレーニング必見、筋トレ後の疲労回復を促進する栄養素ガイドラインということで、2022年11月に麻生大学から発表された運動後の回復を促進する栄養成分というテーマの論文というのを紐解いて、疲労回復を促進する最新ガイドラインをお伝えしていきます。この2022年末の麻生大学の論文以降、疲労回復に関連するレビュー論文というのは発表されていませんので、今回の情報は2023年までの最新ガイドラインになります。特に仕事と筋トレの疲労感でなかなかトレーニングに集中できないという40歳以降のトレーニーの方は、今回紹介するエビデンスレベル A の栄養素を摂取することで筋トレの質が大きく変わりますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。2022年に麻生大学から筋トレ後の疲労回復を促進する栄養素についてのレビュー論文が発表されました。ここではエビデンスレベルに分けて、意味がない栄養素、意味がある栄養素に分類をしていきます。ちなみに研究の性質上、サプリメントでの摂取に限定されていますので、食品ではなくサプリメントのエビデンスだということは念頭に入れておきましょう。まずはエビデンスレベル C、 実は意味がない栄養素です。疲労回復のためにもし摂取しているのであれば、これはあまり意味がない行動だと言います。まず一つ目はビタミン E です。ビタミン E は抗酸化作用を持つ脂溶性ビタミンの一種です。主な機能としては細胞膜を酸化から保護する作用があり、動脈硬化症や心血管疾患のリスクを減らす可能性が示唆されています。ただし疲労回復効果に関してはエビデンスレベルは乏しく、エビデンスレベル C に分類されています。続いて二つ目はビタミン D3 です。この論文で解決チャンネルでは頻繁にお勧めしているビタミン D3 ですが、疲労回復効果のエビデンスレベルというのはありません。研究データとして筋肉の疲労と炎症値を軽減するというデータは数多く報告されていますが、どれもビタミン D の不足がある方に限定されていますので、日々太陽光を浴びて体内のビタミン D の濃度が正常な方は、いくらビタミン D3 を摂取していたとしても疲労回復効果には結びつくことはありません。自宅で仕事をしている方でビタミン D が不足している方に関しては、疲労回復に強く結びつくというデータがありますので、よく日に当たっている方は必要ないという認識でいるようにしましょう。続いて3つ目はジンジャーです。生姜に関しては以前の放送でもお伝えをしていますが、テストステロンの分泌量向上には役立つ可能性が示唆されていますが、体の疲れを癒すというエビデンスレベルはとても低いです。サプリメントではなく調味料として使用すると性的な機能が上がるっていう報告もありますので、疲労回復目的ではない使い方がおすすめになります。次4つ目はカバです。知らない方も多いかと思いますが、南太平洋地域、特にボリネシア、ミクロネシア、メラネシアの一部で栽培されている植物の根から抽出される成分です。カバには鎮痛効果やリラックス効果があると言われていますが、エビデンスレベルは低く、科学的な根拠はない成分になります。エビデンスレベル C の意味がない栄養素、最後はバリアンルートです。バレリアンと呼ばれる植物の根から抽出されるサプリメントで、漢方薬としては広く知られています。こちらも鎮痛効果、抗不安効果があると言われていますが、科学的な根拠はありません。以上が疲労回復効果のエビデンスレベル C、 意味がない栄養素でした。では続いてエビデンスレベル B です。ある程度科学的なデータは揃ってきてはいますが、意味があるというデータと意味がないというデータが混在している栄養素です。中途半端なエビデンスレベルなので、詳細をお伝えするっていうよりも、栄養素の一覧をザザッと示すとこんな感じになっています。ビタミン C、ブルーベリー、カシス、ピーツジュース、L グルタミン、L カルニチン、タウリン、プロメライン、カフェイン、アシュワガンダ、高麗人参です。これらはエビデンスレベル B ですので、他の効果と合わせて摂取するのがいいかと思います。多分聞いたことがある栄養素や今現在摂取しているものもあるかと思いますが、このチャンネルで強くお勧めしているのがブルーベリーとカフェインです。それぞれサプリメントではなく食品、飲み物での摂取をお勧めしていますが、それぞれ疲労回復効果以外にも
圧倒的な抗酸化作用や運動パフォーマンスの向上効果がありますので、疲労回復効果と合わせて摂取していただくのがいいかと思います。それではここからはエビデンスレベル A、そして特 A として疲労回復効果が異常なまでに高い栄養素というのもご紹介していきます。エビデンスレベル A の栄養素の中でも優劣はありますので、疲労回復に特化しているものは特 A として深掘りをしていきます。筋トレ後の疲労回復を促進する栄養素エビデンスレベル A、 まず一つ目はザクロです。これも以前このチャンネルで紹介したことがありますが、疲労回復効果エビデンスレベル A に分類されています。 30ml の濃縮液または 1g のサプリメントを運動30分前に摂取することを5日間継続することによって、トレーニング後の疲労回復効果が強く出現します。ザクロはその他にも高血圧の改善や動脈硬化の予防効果がありますので、心血管系の機能が気になる方は概要欄におすすめの濃縮液の URL を貼っておきますので、興味がある方は見てみてください。次、2つ目はクルクミンです。 90mg のクルクミンを運動2時間前に摂取することで、トレーニング後の疲労回復効果が最大化します。クルクミンはウコンに含まれているポリフェノールの一種で、インドや中国では古くから薬として用いられてきた成分になります。クルクミンには疲労回復効果以外にも脂肪燃焼効果が強くありますので、現在減量期やダイエットをしていてなかなか疲れが抜けないっていう方は、クルクミンを摂取することで疲労回復をしながら脂肪燃焼効果を体に付与することができますので、クルクミンをぜひ摂取してみてください。次、3つ目は分岐鎖アミノ酸です。バリン、ロイシン、イソロイシンの BCAA です。体重1キロあたり 80mg の BCAA を運動50分前に摂取することで、筋トレ後の疲労回復に役立ちます。ただし量が少なくても疲労回復効果を発揮しますので、 BCAA サプリメントは購入する必要はありません。ホエイプロテインパウダーで十分に BCAA を摂取することができますので、疲労回復効果を最大化するのであれば、運動50分前にプロテインパウダーを摂取することがおすすめになります。そして最後、筋トレ後の疲労回復を促す栄養素エビデンスレベル A、 最後4つ目はクレアチンです。この論文で解決チャンネルでも頻繁に登場するクレアチンですが、疲労回復効果も高くエビデンスレベル A に分類されています。クレアチンに関しては以前の放送で詳細に解説をしていますので、概要欄にクレアチンを徹底解説した動画の URL を貼っておきますので、興味がある方は見てみてください。クレアチンに関しては筋肥大、筋力増強効果、テストステロンの分泌、疲労回復効果から40歳以降の方は必ず摂取していただきたい栄養素ですので、摂取量や摂取方法がよくわからないという方は過去動画を必ず見るようにしましょう。以上がエビデンスレベル A の栄養素でした。ザクロ、クルクミン、BCAA、クレアチン、これら4つは疲労回復効果エビデンスレベル A に分類されていますので、この効果のみを目的に摂取しても特に問題はありませんので、ぜひ検討してみてください。それでは最後、ここからはエビデンスレベル特 A の栄養素をご紹介していきます。特に疲労回復効果が高い2つの栄養素について深掘りをしていきましょう。論文で解決チャンネル。40歳以降の方推奨、筋トレ後の疲労回復を促す栄養素エビデンスレベル特 A、 まず1つ目はオメガ3脂肪酸です。この論文で解決チャンネルでも頻繁に登場するオメガ3脂肪酸は、疲労回復のために必ず摂取していただきたい栄養素になります。オメガ3脂肪酸というのは魚から抽出される油です。特にサーモンやサバに豊富に含まれていまして、疲労回復効果以外にも脳機能の向上や基礎代謝の向上、脂肪燃焼効果がある素晴らしい栄養素になります。サプリメントでの摂取も推奨されてはいますが、オメガ3脂肪酸はとても酸化しやすく、適当なサプリを選ぶとお金の無駄にもなりかねませんので、私自身は食品での摂取をお勧めしています。またサプリに関しては別の動画で詳細に解説をする予定ですが、トレーニング後にオメガ3脂肪酸を豊富に含む魚を摂取することによって筋力の回復が大幅に改善するというエビデンスレベルは確立されていますし、長期的な摂取で筋肉痛の予防改善にも役立つというデータが数多くありますので、体の疲れを取りたいという方には魚の摂取は絶対的におすすめです。
特にサバ缶は保存も効きやすい良質なオメガ3脂肪酸を大量に含む食品ですので、常に自宅にはサバ缶を常備しておくことをお勧めしています。エビデンスレベル特 A の栄養素、まず一つ目はオメガ3脂肪酸でした。そして最後二つ目はタルトチェリーです。タルトチェリーは酸味のあるサクランボの一種であり、科学的にはブルーナスセラシフェラと呼ばれています。主に北米で栽培されていまして、タルトチェリーにはアントシアニン、ビタミン C、カリウムなど様々な栄養素が豊富に含まれています。 30ml の濃縮液を運動前に摂取することによって圧倒的な疲労改善効果を発揮します。これは3日以上継続して摂取しているという短期間で筋力の改善、運動後の筋肉痛の改善、炎症値の改善が見られるという結果でしたので、あまり馴染みはないと思いますが、ぜひ一度検討してみてください。以上が2023年の疲労回復に関する最新ガイドラインでした。特に40歳以降、仕事とトレーニングの併用で体がボロボロだっていう方は、エビデンスレベル A 特 A のものを併用していただくと効果を実感しやすいかと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。